第73世竹野内之助、竹内充です。今日は第28代千賀天皇の話をしたいと思います。まずこの天皇の名前知ってる人ほぼいません。日本史の先生だって千賀天皇知ってる人ほぼいません。どういう天皇か語れるかほぼいません。ましてやこの人の本名なんて誰も知りません。国広氏の盾の御事っていう名前なんですが、武の天皇というイメージはないんです。というのはあんまり実績は残ってないんです。ただ、この天皇は、千賀天皇という名前を大峰宮が作ったのは、何か特別な御事りが、御事の理があって、それを変えた、改革の時、大化の改新の化みたいな感じで、化っていう字を使えるんですが、何かを変えたんです。それ、一体何だか。わかりましょうか。ちょっと変わってるんです。実はですね、安閑千賀天皇と欽明天皇は、実は並立していたと言われてるんです。実はこの時天皇家は二つあったと言われてるんです。それを一つにまとまったっていう時の天皇だから、千賀って名前になったと思うんですよ。実は、天皇が二ついたのは南北朝時代だけじゃなくて、この時代は欽明天皇と、安閑天皇は千賀天皇は兄弟なんだけど並立いたっていうのはほぼ固いんです。王子に、上の派の巫女というのはいるんですが、この人の王子が都市の王と言いますから、都市のあたり、奈良県都市に力を持ってたんでしょう。そして都市からは一本で、竹内街道を通れば一本で、仁徳天皇につながります。仁徳天皇陵を守っているのは以前言った通り、多治妃一族。実は、都市の王の子孫が、この後多治妃一族を率いるんです。それに決まってます。またもう一人の王子は、矢壁の王子です。この矢壁の御子というのは、ちょっと聖徳太子が来ると被るんです。運悪く死んでしまいましたが。そしてまあ、この千賀天皇の弟が後の欽明天皇です。欽明別、陽明始順というふうに繋がっていく。まあ、ある意味今の天皇家の間違いない天皇の一人です。ね、欽明という名前っていうのも新しく開けるっていう意味ですからね。一番最初に開けたっていう意味で、この人もまた、ある意味初代天皇的なイメージの名前を付けられています。大宮蘇我の稲目。我が大宮家、竹之内の宿根家の子孫です。蘇我の稲目。そして大村氏は大友の金村です。慶太天皇を即位させた男。まあ、この蘇我氏と大友氏の、ラインがこの時始まるんですね。この頃、筑紫の国の宮津子、岩井が乱を起こします。岩井は単に九州の王というだけじゃないということなんですが、白木に、そそのからされたというふうに言われています。もともと筑紫のトップ、こそ、つまり九州のトップこそ、本来の大和のトップじゃないかと。だったら、あの中で大和を取ったらいいだろうと。我々白木は、朝鮮半島を取ると。君は日本を全部取りたまえと。我々は朝鮮半島を取るということで、白木と共謀してやったんです。で、この時に、それを征伐したのが、実は物部一族が本格的に動いたんで、大友の金村が失脚したということです。いいですね。今ヘリコプターが飛んでますよ。日本は平和です。でもこの頃の日本はすごい戦いがあったんですよ。朝鮮半島をめぐっての戦いがもう、西暦の500年代にすごい行われ、九州でも反乱が起きる、そんなことだったんですよ。なんか日本って日本史を見てる時代じゃないですね。それではまた次回。